バイオリン姫。さあ聴衆よ、聞き惚れろ、酔いしれろ、あがめ恐れ奉る。泥をすすって生まれた音を勝手に奇跡と呼べばいい。私の音を背景に亡き教皇を思い、聖夜の祈りを重ねるのも自由だ。ただただ今だけはこの音に救われていればいい。聖夜、教皇、その一部でもいい。その崇拝を私によこせ。私をここから這い上がらせろ。皇爵様、あの娘は一体。おお、神よ。あれが噂の皇爵様が拾ったというバイオリンの娘か。演奏なら楽団でも呼べばいいもの。余興にはなるでしょう。とはいえ所詮下民の演奏だろう。ところで今期の収穫量がですな、うちの娘が婚約を。おお、そりゃめでたい。そういえばお聞きになりました？お初にお目にかかります。私リベラと申します。この度このような機会を与えてくださり恐悦至極です。それでは施設ではございますが、お楽しみくださいませ。今度一緒に。そちらはどうですか？おお、割れたグラスの音が誰の耳にも入らぬほどニベラの演奏に飲まれていた。天才がなおバイオリン以外の全てを捨ててたどり着いた音。その日ニベラの演奏は貴族の音楽者公会を蹂躙した。数年後。やっぱりバイオリン姫だよな。ここもバイオリン姫様のレコード売り切れ。盗賊ですら骨抜きにしたという演奏、一度だけでも聞いてみたいが、俺ら庶民じゃな。あら、知らないの？元が市井の出だからって頻繁に街に降りて無償の演奏会を開いてくださってるんですって。俺はバイオリン姫が小さな頃ストリートで弾いてるとこ見たことあるんだぞ。本当？聞かせて。うるせえ、バイオリン姫だ。あの女が持ってた楽器もそういやそんなのだったな。誤解！誤解だ！バイオリン姫が本名を公表してその出自と涙の悲願を語ったぞ。はじめまして皆様、私の名前はリベラと言います。リベラ。私は公爵様に拾われるまで一人で生きてきました。母はすでに病で亡くなっており、父とは語り尽くせぬ深い深い事情があり生き別れになってしまいました。ですが父はきっとまだどこかで生きているはずです。なので皆様にお願いがあります。もしも心当たりがある方がいれば教えてください。一目会いたいのです。思い出したぜ、あのガキか。どこかで野垂れ死んでると思ったら成り上がってんじゃねえか。あのガキを出しにすりゃ何が手に入る？金、酒、爵位。そしてこの記事が父に届いているならばこう伝えたいです。ん？私はあの日々を忘れていません。必ず見つけ出します。あの日々だ。いっちょ前に皮肉かガキが。
俺に殴られてピーピー泣いてたガキが何よ。マスター、バイオリン姫のレコード手に入ったんすか。そりゃ何としてでも手に入れなきゃな。あの方はこの国の宝だからよ。何をビビって。バイオリン姫様だ。無償の演奏会に来られてるぞ。広場の方だ。マスター、レコードを聴いてる場合じゃないよ。しかし声がすごいな。当たり前だろ、バイオリン姫様だぞ。あの方はこの国の宝だからよ。あのガキは今どれだけ権力を持ってる。市政の出だからって頻繁に町に降りて無償の演奏会を。あいつに見つかったら俺はどうなる。もし俺が今あのガキの前に出ていったら。おい、そこの兄ちゃん、演奏会だぞ。いつまでつっとって。触るな。誰があのガキの演奏会なんぞ。何？俺のしたことがバレたらあいつに見つかったら。お前が探し出されたら。早く見に行くのかよ。助け。インタビューを受けてくださりありがとうございました。最後に何かありますか。そうですね、父がどこにいても私の演奏を聴いてくれるように、この国をバイオリンの音で満たしたいです。お父さん聞いて。ねえ、どこ。お父さん、お父さんどこにいるの。見つけた。教会運営慈善病棟。あの人大丈夫なんですか。隔離部屋に入れられたあの人。さあ、知らないわよ。名前を聞いても住所も名前も何も答えてくれないらしいし、いつも何かブツブツつぶやいてて気味が悪いわ。さあ、あんまりブツクサ言っててもしょうがないわ。業務に戻りましょう。はい。あら、不調。そのレコードは。ああ、これバイオリン姫様の曲よ。こういった慈善病院や施設には無償で寄付されてるの。バイオリン姫様の。なんてお心遣い。私も聞きたいです。そうね、院内放送で流すわ。この演奏を聴けばきっと誰しも心穏やかになるでしょう。許してくれ。リベロ。なんで自殺なんてしたのかしら。心が病んでしまっていたのね。ねえ、ところでなんで彼の葬儀にこんな人数、貴族の方も参列してるの。あら、あなた知らないの。あの人バイオリン姫のお父上だと判明したのよ。トンビが高尾ですね。お父さん、私お父さんに聞いてもらうためにいっぱい練習したんだよ。おお、なんとけなげな。
ンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。